にちは、ゲームギークです。パレットシステムから発売されている AZ66JP、 またの名を暗記キーボードという 60% メカニカルキーボードをレビューしていきます。大きな特徴としては 60% の日本語配列のホットスワップであること、左下に小さいカラー液晶が搭載されていること、簡単にマクロを作れる暗記機能やヒートマップ機能が搭載されています。注意点は Bluetooth でしか接続できないことです。有線でケーブルを挿しても認識しません。今回紹介するのはすでにハンダ付けが終わっているビルド済み完成品ですけど、 PCB プレートセットを買って自分で組み上げるものもあります。完成品の定価は税込み 3万2000円です。この白くて薄い箱の中に完成品のキーボード本体、ガテロン茶軸のキースイッチ、これは薄型モバイルバッテリーの空ケースですね。中にはケーブル類が入ってます。本体はすでにキーボードに組み込まれていました。で、あとはチェリー MX のスナップインスタビライザーが2つ、それと別箱でコルセアの黒いキーキャップです。これは PBT ですね。トッププレートは打鍵音を和らげるアクリルタイプ、透き通っていて見た目はかなり好きですね。これ横から見るとわかるんですけど、ボトムもアクリルで透過しています。結構おしゃれポイント高い。底は固めのスポンジで覆われています。完成済みだとあと乗せるのはスタビライザー、キースイッチ、そしてキーキャップくらいしかないです。せっかくなのでちょっと分解してどんな構造になっているのか見てみます。ネジは全部で 1,2,3,4,5,6本ですね。これらを精密ドライバーで外していきます。これで上のアクリルプレートが外れました。で、 PCB に配線は特に繋がっていないので、そのままスルッと外せます。裏面を見てみるとホットスワップになっていることがわかりますね。型番も載ってるし、技適マークもついてます。その下にはスポンジ、これは中間の薄いスポンジのようですね。外そうと思ったら貼り付けてあったので、これ綺麗なので汚したくなくてこれ以上はやめちゃいました。ボトムプレートを横から見るとわかるんですが、ここに薄いバッテリーが埋められています。一番下にもスポンジ、ちょっと汚れやすいというか耐久性としては弱い部類だと思うんですけど、ゴム足だと隙間ができて打鍵した時の音が響いちゃうので、面で設置して打鍵音を静かにしようという狙いですね。そうしたらまずはスタビライザーからはめていきます。はめる場所は左シフトとエンターの2箇所だけ。穴に引っ掛けて押し込んではめます。スナップインタイプは隙間が空いて打鍵音に影響しちゃうので、ステッカーなどを貼って対策しますが、とりあえずはこのままはめておきます。次にこのガテロン茶軸キースイッチをソケットにはめていきます。で、かなり強く押さないとしっかり入ってくれないので、とりあえず軽くはめていって最後に強く押し込んでいきます。これでスイッチ完成。終わったらその上にキーキャップを取り付けます。静音化リングなんてついてくるんですね。キャップはこんな感じで入ってました。で、公式サイトに載ってる写真を見ながらキャップをはめていきます。今回は先にはめちゃったんですけど、本来はスイッチチェックを行ってからの方がいいですね。スイッチチェックってのはキーがちゃんと押されたかどうか判定することです。で、これ最初に起動するとスイッチチェックが自動で起動するようになってるはずです。今回は5から6個ぐらいピン曲がっちゃってました。ちなみにスイッチのピンってすごい曲がりやすいんですけど、間違えて無理にはめてピンを潰しちゃったとしても、ピンセットがあれば救済できることがほとんどです。ピンを伸ばしてはめてあげるとスイッチチェック全部通りました。これで完成です。トータル66キーの 60% メカニカルキーボード、左下の液晶が特徴なんですけど、ここの分スペースがめちゃくちゃ小さくなっていて 1U サイズになっています。これは好き嫌い分かれるかもですね。私はスペース大きい方が好きなんですけど、使ってみると意外と思ってたほど悪くないです。まだたまにタイプミスしちゃいますけどね。右下には矢印キーが横一列に配置されています。普通はね、テトリスのあれみたいな形のことが多いんですけど、むしろこのキーの数に矢印キー詰め込んでくるのは面白いです。普通 60% っていうと矢印キーありませんからね。日本語配列なのでデフォルトだと左上は半角全角キーになっています。自分はここはエスケープに慣れちゃってるのでキーアサインを変更しました。設定は Wi-Fi 経由で行います。半角全角キーを長押ししながら電源を入れると設定モードに入ります。 PC とかスマホから Wi-Fi に接続すると設定ブラウザがオートで開きます。見てみると画面的にはですね、どちらかというとスマホに向けて最適化されているのかな。そもそも簡単なのでスマホからのアクセスが良さげです。ここでキーアサインの変更であったり、キーボードのタイプや
液晶に表示する画像のアップロードだったり、様々な設定が可能です。このキーボード角度がついてないのでフラットなんですよ。だから一番手前の行は反対にキーをつけた方が使いやすくあります。まあ好みの問題ですね。これはどっちでもいいと思います。サイズは横幅が 285mm、縦幅が 95mm、高さが 32mm となっています。ベゼルレス、ケースレスなので極めてコンパクトですね。他の 60% と比べるとこんな感じ。モバイルバッテリーを給電する端子が突き出るのだけちょっと不格好かな。重さは実測でこうなりました。持ち運びにも悪くない重さですけど、ボトムがスポンジなのでキャリーケースとかあった方が良さそうですね。このキーボードは注文するときに USB-C かマイクロ USB、端子をどちらにするか選べます。モバイルバッテリーの端子がマイクロ USB なのでそちらを選ぶのがおすすめです。この PCB は GH60 用ケースと互換性があります。プラスチックケースをお送りいただいたので試しにつけてみようと思ったんですけど、モバイルバッテリーを取り外して下に入れなきゃいけないので、今回綺麗にモバイルバッテリースポンジに挟まれて貼り付けられているので外すのをやめちゃいました。 PCB とプレートを入れるとこんな感じに見えます。ちゃんとはまります。すべてのキーに LED があるので光ります。アクリルのおかげもあってかかなり明るく光るんですよね。ライトの設定はキーボード上で設定可能です。ライトのオフオン、輝度の調整、これは16段階で調整可能です。液晶に明るさの段階が出るのでとても分かりやすいですね。 LED の色は5パターン、白、赤、緑、青、黄色です。ライティングのプリセットは4パターン、常時発光、押したところが光るリアクティブ、押したところからライトが広がるもの、そして虹色にグラデーションする4パターンが用意されています。さて今回はスイッチをルブしようかなと思っていますが、そのままの打鍵音も気になるかと思いますので、まずは聞いてみましょう。本製品はホットスワップ対応なので、取り付けるキースイッチによって打鍵感は変わります。このガテロン茶軸はタクタイルタイプに属するスイッチで、クリック音はないけど押した感触が少しあります。やっぱりルブしていないと少し擦れる感じがありますね。アクリルプレートとスポンジがあるので打鍵感は柔らかです。ボトムアウトした時の硬い音もせず、個人的にはタイピングしやすくてかなり好みな感触です。スタビライザーはカシャカシャとかなりうるさい音を立てますので、モッドとルブは必須ですね。ルブに使用するのはクライトックスです。個人的な好みですけど、タクタイルよりもリニア派なので、割とリーフのところにも塗っちゃいます。これで押しても擦れる感じはかなり減りました。スタビライザーはそこにフォームステッカーを貼って、隙間によるカチャカチャ音を減らします。さらにハウジングをホリーモッドとルブをして、よりノイズを軽減しました。これで完成したので、また打鍵音を聞いてみましょう。かなり滑らかになったのと、スタビライザーの音もかなり軽減されました。暗記ボタンという機能がありますが、これはいわゆるハードウェアマクロのこと。ダッキーやレーザーに搭載されているのと同じような感じですね。この機能が使えるキーボードは数が少なくてレアです。暗記ボタンとして設定しているキーを1秒間押すと、液晶に暗記中と出ます。そうしたら好きなキーをタイプ。で、また暗記ボタンを1回ポンと押すと保存されます。以降はこの暗記ボタンを押せば記録した内容が入力されます。これは暗記ボタンを複数設定しておけば、その分だけマクロボタンが作成可能です。ボタン一つ押すだけなので、簡単かつスピーディーに作成できるのはいいですね。せっかくカラー液晶があるので、打ち込んだキーがここにバーッと現れてくれたらすごい便利だなと思います。別のレイヤーはボタンが余っているところがたくさんあるので、使う頻度が少ないマクロはここに設定するのが良さそうです。私の Windows、なぜか Bluetooth がかなりポンコツで全然接続してくれないので、
今回は基本 MacBook Pro で使ってるんですけど、実はキーマッピングで Mac 用の英数かなというキーをアサインしても反応してくれませんでした。で、言語切り替えができないと困るので、とりあえずコントロールとスペースによる言語トグルを使ってます。キーがね、5つまでの場合は通常キー入力で同時押し入力を設定できます。なのでこちらで設定した方が暗記ボタンよりも高速です。 Photoshop とかソフトによっては3つ4つのキーを同時押しするショートカットが存在します。こういうのをあらかじめ設定しておくとかなり効率的になるかもしれません。キーが反応しない場合はこういう代替案で乗り切るのがいいと思います。他には例えば予約サイトとかで更新を連打しなきゃいけないとき、これは10キーレスやフルサイズのキーボードなら F5 の1ボタンで可能ですが、 60% だと別レイヤーにあるので押すボタンが1つ増えちゃいます。で、これもですね、通常キーで2つ同時押し入力を設定した方が早いんですけど、その時だけ期間限定で F5 のボタンが欲しいという時は暗記ボタンにレイヤーキーと5を押して F5 をアサインすれば簡単にワンプッシュで連打できるようになります。で、いらなくなったらまた別のに書き換えちゃえば OK です。他にも使い方はアイディア次第で無限大ですけど、必要に応じてすぐに内容を書き換えられるのが強いですね。このキーボードには打鍵ヒートマップも備わっています。トータルの打鍵回数とどのキーを多く打鍵しているか確認できます。これは Wi-Fi に接続しておけば QR コードにしてスマホに飛ばすこともできます。ホットスワップ型なので、よく押すキーのみスイッチを変えるみたいな変則的なセットアップにも改造できますね。ちなみに PS5 に接続できるか試してみたところ、この Bluetooth キーボードは使えないと言って認識してくれませんでした。バッテリーについてですが、ライトオフで使っていて40時間くらいは持つそうみたいです。残りのバッテリー残量を確認する術は、そこに LED があるのでそこで確認します。4つ点灯しているとマックス近く。いわゆるモバイルバッテリーなので仕組みはなんとなくわかりますよね。ライトをオンにして、かつ明るさを上げているとモリモリ電力を消費しますので注意です。以上、パレットシステム AZ66JP のレビューでした。Bluetooth 内情、遅延なども考えてゲーム用ではないですね。暗記キー自体は操作が簡単でとてもいいです。パパパッと超高速で即席マクロが作れちゃうんで、アイディア次第でかなり柔軟に使えますね。もしこれ液晶にマクロ内容が表示されたら唯一無二ですごいと思いますね。自作キーボードなので基本となるプレートを買って自分でハンダ付けするのも楽しそうですけど、苦手な方はほぼ完成されたハンダ付けされている、つまり今回紹介した製品も売ってます。ホットスワップなので好きなキースイッチを選べるし、後で簡単に付け替えできるのもいいですね。アクリルプレートと静音フォームで打鍵感にもこだわっていますが、これを組み立てるときはぜひルブとモッドも一緒に合わせて行うといいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルではゲーミングデバイスのレビューを行っていますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ゲームギークでした。